うえい、はい、おはようございます。おはようございます。今日はドリブルの天才の達也くんに来てもらってます。そして達也くんが素晴らしいと言ってる静岡区出身でね、神田林誠選手です。お、物語らしいよ。そしてこのね、大きさね、本当にすごいんだって。ちょっと楽しみっすね。大きさを生かしたプレーが、あんまり抜くドリブル系ではないんだけど、抜くドリブルの天才と一緒にやる中でお互いにいい部分を盗めていけたらと思います。お願いします。お願いします。お願いします。このまま縦行くかっていうのを変えてって言ってる、うん、そのまま攻めていくと思って、で、2回屈があって、で、回屈っていうのは足つこう上に屈があって、屈した状態で1個に行けると重心が強くて、重心が遅いので回屈したままをよく行ったり、で、いかにしてその低屈の状態を作るか、低屈にするには自分の足を上げるか、ここに抜くことだけがベストじゃないなって思っていて、ここに対しての意外とディフェンスって逆疲れててもできなくはない。もちろん鋭角に抜くような動きをまずして、その怖さがあります。その中で周辺降りた場合はどんな角に抜いてパスやシュートができても、それはいい動きになるから、こういったら今鋭角にこういってます。どんな角にグーって言ってるんだけど、なるべく真横に行ってみよう。今日が重心上なの、ちょっと意地悪に真横かちょい斜め後ろに行かないと。じゃあここは分かりやすいからここにしようか。
はい。今リーセも怪しかったな。このまま行ったらこうやってだってここ入ってるからね。カーブ。それをやるには極端な話、前に行ったものをブレーキかけて横に向いて今日、今日、じゃあ今日、今日で、ここにはこうやっていく。届けちゃう。ここに入るまではなるべく速いスピード、トップスピード、なるべくギリギリで減速するようになったら、うまい。はい、ダメ。ジャンプで押せてなくて中ぐらいになっちゃうと次のところで強く踏まないとバランスが取れない。だから理想はガーッとスピード乗ってます、今日今日やることでジャンプが打てれば次の動きが中ぐらい、ここが今日になっちゃうっていうのはこの今日が悪いなって言って、この前でその前も悪いって言ったらその1個前の今日が。いいね。じゃあ次はでこれサメが得意なんですけど、行ってた方向と同じ角度に戻る、もしくは行ってた方向よりさらに後ろに戻る、大事にしてて縦に行くよっていうコースからこうか斜めに行っていませんコースか。この圧力に対して相手も動いてるのにこの動きが出たら初めて違いが出た。でさっきのこれを試合で生かすのはどういうイメージかというと、達也君のドリブルをめっちゃ怖がってる選手がいる、寄せないと菅原達也が取れない、臨戦が取れないと思ったらディフェンスはこの届く距離があるんですね、こういう円があるんですね、その円がまっすぐグーって寄ってくるって言ったらどこに行ってもサイドファールでも止めれますってなっちゃった場合、斜め後ろに必要な出てくるから、こうこうなるのを斜め後ろに行って、達也君の今のとゴーグルが行ったけど一回流れての動きになってるから、こうしたら2人寝ちゃってそのままゴールの近くにあるよ。で最初ゆっくりステップ加減しようかな。モテたっすか、無理やり。まず全然悪くなくて、あの動きでパンでドライブできると、これこうしてパスタパンドンでできるから1秒です。それがパスタパンドンで飛んだから2秒です。1秒そんな遅れてないよね。1秒遅れてるとしたらディフェンスは今やられたらやばいけど、いやまあその間に4回転数戻せるとか確認する、首が1回振れる時間があったっていうから
また違うから、だからちょっと無駄なくこれでのこのビーフと、でも本当どっちが正解ってことないの、全速力で行ってそのまま全速力だと多分こういうことも強強弱はい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 。縦軸の細さで言うと、強強弱強になってるから、うん、イメージだけで注意できる。次はかわしてから速い。こう行って、パン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 。もらえました。縦に戻る横とペナルティエリアの角をちょっと超えるぐらい縦になって出してたのを戻る真横。うまっ。あ、今のは違うんですか。めっちゃうまかったですけど。逆にね、すごい。削れました。群馬すごいいいもんね。あれがさっきが出て相手がやべえって言って動くんだけど、自分の力が1から3までだったりして2なんだけど3出てるように相手が感じるぐらいのものにした方がいいから、重心はそこまでグッて寄せすぎる。難しいですイメージ的に、はい、すぐできる。ファールすらできる。じゃあ勝負ってあんま下がらない、はい、縦の圧出したけどあれ思ったより下がらない、でも斜め行っても抜けるみたいな。って考えると2人とも位置がちょっと弱い。テクニックでごまかしてるね。OK、 一回水飲んで、ショック動けますか。実は今下的になっちゃいますよこれ。カットインオンリーできたら斜め後ろ一回縦の圧出して、それでも相手が来ません、寄せてきた斜め後ろ。人生は初めてですし、今できる全てを出してやってみて、で楽しいんだよね、はい、メッシでも誰でもあのミスは絶対あるし、はい、あの楽しいんだよ。
おー。うわー、すげー。いきなりあれで来るか。やばいな。うわお。めっちゃうめえ。おれ。ギリギリだな。うわ。あれ行けたよ、テスト。お前、お前、待って。ちょ、待って、やばい。リンセね、今のね、ここ向いちゃってるから、相手がずれたら抜けるけど、自分の動きもこういう動きになってるから、相手が分かってても抜けるようにするのが、カツヤ君絶対抜ける。相手をずらしたら抜けるっていうマインドだから、相手がずれなくても、抜けるっていうものをまずやる。相手のリアクションに対してずらしてあげるっていう。ちょっと2人の感想聞いてよ。どうですか、見て、この短時間でこの汗。いや、めっちゃうまい。ずっと言ってる。抜かれるっていう感じがめっちゃするの。上重心になって行きたくないんだけど、怖くなって自分のやばいなって思っちゃうぐらい、あ、立て直さないと途中で、あ、そう意識しちゃうぐらい最初に、ね、なんか圧を感じる。うわやばカメラマンがさ、これってわかんないから。うおちょっと何今の、やばい、今なんか来ると思ってたんだけど、無理だった。こういう日かよ。おう、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 おしい。あなたすれば休憩。この2人ずっと相手と地獄でしょ。マジ地獄っすよ。この俳優150戦だったら菅野翔吾君も死ぬよね。おお、今のうわぁ、はやっ。ちょっと最後の5分はちょっと楽しい色も入れなくて、タイミングを取りしてみて、で、自分が入っててるんですよね、で、バランスを取りまして、どうしてきたタイミングで自分を取っていると、あとは自分でやるのはこっちでも取れて、あ、そう、最後だけここからこっちに入って、
イミング芝居。タイミング芝居。OK、OK。うわい！ちょっと待って、何？これで、まあ、いいね。また行っちゃったから。なるほどね。おお。わあ。何何？何があったの？うわあ、危ねえ。おお。おお。ラストあれやろ。あのプロだから一本勝負。おお。代表選手になると思ったらワールドカップの決勝まで行きましたと、決勝ロスタイム瀬川達也、これをかわして決めれば勝ちですと、だいぶプレッシャーがよし、いや林星君、日本代表でワールドカップの決勝の舞台でラストワンプレー、これは入るでしょうか。すげえ下手くそだ。うわー、絶対に弱いよ。しょうもないゲームにちゃんと乗っかって。いや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 、素晴らしい。すいません、勝負ありがとう。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、ほんとうますぎる。撮ってる僕らめっちゃ楽しかったですからね。やばい、やばい、うん、見えないけどさ、こうやって踊る。今日はトレーニングのテーマとしてはショーゴボスが前に強いんで、その前に強い相手でも、かわせるように。かわせるのも普通は前に抜いたり中に抜いたりするんだけど、斜め後ろに下がって斜め前に出てくっていうようなトレーニングをしました。まず達也くんに関しては何回もトレーニングしてて、縦のドリブル、普通のカットインのドリブルっていうのをやってるから、それをより重点的に対戦でもやってました。林星選手どんなプレーするのかなと思ってて、普段あんまりそのドリブルタイプじゃなくていなすタイプなんですよとか言ってたから、それを見てたら一発目でいきなりね、バーンとか言ってなってさ、ってなって衝撃。自由にやる中で中に行く動きがすごい強いのが分かったので、縦に縦に抜くようなドリブルをちょっとチャレンジしてみましょうっていうので、いろいろやってみました。どうす、どうでした？いや、今日も相変わらず抜かれたんですけど、今季ずっと達也選手出てて、前よりは確実にどんどん上手くなってるなっていうのを肌で感じて、もう一緒に練習してもらえないんじゃないかと。で、林星選手は今日初めてやったんですけど、自分のそのドリブルみたいなのを持ってるんで、今日はちょっとなんとなく感じがつかめて、また一緒に練習して次の練習の時にどうやって意識してるのかなっていうのは、ちょっと上から見せたら申し訳ない。楽しみ楽しみに、抜かれるのは逆に楽しみにして。めっちゃ練習したがるじゃないですか。やりたいなと思います。ありがとうございます。林星選手どうでした？ここまでドリブルを考えてしたことがなかったんで、とてもいい連携になりました。完璧なコメント、うん、完璧かつ簡潔っていう。すごい選手なんで皆さん覚えてください。はい、まあ、自分もすごい意識してる方だとは思うんですけど、客観的にこういう意見を聞けて、まあ、そういう課題に取り組めるっていうのはもう自分のサッカー人生にとってすごい財産になるので、本当に強い翔吾君と一緒にやれて、まあ、1回目にやった時に比べたらだいぶ抜けるようにもなって来たのかなっていうのは、まあ、翔吾くんのおかげでもあるし、岡部さんのおかげでもある、まあ、そういったものを教えてもらったことがやっぱ自分の糧にできるように、まあ、自分でまたいろいろ取り組んで頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵すぎる。え、 お金渡してないですよね。渡した。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございます。